はいどうも、ナインです。7月8日の対ヤクルト戦最終回に1点リードの場面でフランスは投手が連投、勝てる試合を落としてしまいました。私ナインはこの試合の最終回の系統に疑問が残ったので個人的に考察をして動画を作成しました。この動画ではフランスは投手に責任があるのか、そして最終回の系統を考えた笹岡監督の頭の中を推測していきます。最後まで動画のご視聴よろしくお願いします。まずは試合のあった日の状況を確認しましょう。前日の7月7日長野選手の決勝ホームランで勝利し、後半戦勢いに乗りたいカープが迎えた7月8日8回表1点ビハインドの場面、鈴木誠也選手が放った打球はレフトスタンドへ、逆転ツーランホームランを放ちます。そして1点リードの場面、出てきたのはなんとフランスア投手。なんでやねん。本当に驚きました。結果はバントのみのワンアウトしか取れず、連打連打で炎上、勝てる試合を落としてしまいました。この試合の先般と言われてもおかしくなさそうなフランスア投手、しかしフランスア投手を攻める方、その考え間違ってます。理由としましては、1つ目、フランスア投手は右膝の手術明けで今シーズン77試合目でまだ6試合目の登板、1イニング以上投げて無安打に抑えた試合は前日の7月7日対横浜戦のみ。さらに今シーズン初の連投、抑え投手としての起用はまだまだ早かったと感じます。理由2つ目ですが、ベンチに栗林投手、コルニエル投手が残っていたこと、回の先頭から右の中村選手、サンタナ選手、2人とも右投手よりも左投手を得意としています。さらに試合前時点でフランスア投手は対右打者の被打率が3割、ベンチに右投手は栗林投手、コルニエル投手、矢崎投手が残っていました。それにもかかわらずフランスア投手が登板し、案の定炎上してしまいました。フランスア投手が炎上するのはデータで見れば予測できたはずです。ではなぜ笹岡監督はフランスア投手を登板させたのか考察していきます。まず前半戦のセオリーで考えると、栗林投手を登板させるはずです。しかし栗林投手はオリンピックが控えており、3連投を避けたかったことが推測できます。これには私内もまだ納得できます。しかし次、先ほど挙げた通り対左投手を得意とする打者が並ぶ場面、ここで左投手を登板させるのは考えられません。右投手のコルニエル投手を登板させなかった理由ですが、おそらく同じ理由で3連投を避けたかったことが予測できます。試合は金曜日、コルニエル投手を週末に温存しておきたかったことが推測します。残る右投手は矢崎投手のみ。矢崎投手は制球力に難があり、1点リードの最終回は怖い。そして抑えの経験があり、前日いい投球をしたフランスア投手を選んだと推測します。しかしこの判断は試合開始前からのデータを見ても打たれることは予想できたはずです。私ナインが系統を考えるなら、栗林投手とコルニエル投手の2択。栗林投手はオリンピックが控えているので3連投を避けるため登板させません。コルニエル投手はオリンピック期間休むことができるため、コルニエル投手を選択します。中村選手もサンタナ選手も対右の打率の方が低いですし、仮に連打されたとして左の代打が出たとしても左キラーのバード投手もいるため、十分勝てた可能性は高かったのではないかと思います。今回この動画で伝えたかったこと、それはフランスア投手を攻めるのだけはやめてください。本当にこれだけです。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではカープの情報を発信しております。カープファンはもちろん他球団ファンの方も大歓迎でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。